はいしょー、2月24日。そういえば今日は、白雪さんの誕生日だな、ということで、ここの主人公の設定を俺27にやってるんですけど、これさ、どうしました？これ、誕生日プレゼント、開けてみてよ。私の誕生日、ご存知ですか？もちろんね、匠から教えてもらったんだ。まあ、24日だろ？で、俺の誕生日27にしてるんだよ。これ、同じ誕生日にしたらどうなるんだろう？あ、ただあのイベントが被るだけなのかな。それとも、ああ、私と同じなんですね、素敵だわー、はあ、みたいにならんかな。ならんか。はい、ということで中央公園誕生日の日に来てまーす。すいません、遅れちゃいました。お、あははははがなかったね。いいね。今日はどう？よーし、中央公園だよ。ここで向かい合っていると、あれ、何か起こりそうな気がします。全く同じだな、この前回と。これでいいよ。はい、バッチリ。そしてからの、あ、そうでした、忘れないうちに。おーい、え、何？おめでとうございます。お誕生日プレゼントですよ、大切にしてくださいね。いや、ときめき度マックスじゃなくてもデートにさえ行けば誕生日プレゼントをもらえるというね。でもね、ときめき度がマックスじゃなければ、何もない日に何もしなければもらえないというね、残念な感じだからね。ありがとう、絶対大切にするよ。中身は何か分かりません。ドアはどんどんデートしていこう。さて、俺もお返しを渡すとするか、誰に渡そうかな。ということで、ホワイトデーに来てまーす、白木さーん。あら、どうします？白木さん、チョコレートありがとう、そのお返し。あー、ご丁寧に。一応喜んでもらえたみたいだぞ。来る、来ない、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 来る。しまった。あれ、植物園ってさ、修道院のところじゃなかったっけ。くっそ、間違えた、くっそ、マジでメモしたの意味ね、意味ね。わかったぞー、順番がずれてたのか。そっかそっかそっか。シェイクさん、ごめん、待ったよね。待つのは私、平気ですね、妖精さん、楽しかったです。そうなんだ、妖精さんにありがとうって言わないの。あの、どこにいるの？妖精さん、楽しかったです。当たり前だけど、シェイクさん怒ってるよ。それじゃあ行きます。ごめん、書き間違い。今日はいろんな妖精さんに会えるかもしれない。あ、いろんな植物があるからね。うん、じゃあ行こうか。めっちゃ怒ってるー。これだけの、ほらね、やっぱ書くとこ間違ってんじゃん。これが植物園じゃん。うん。昼寝がしたくなるよ。それも、虫の存在が気になって仕方ないよ。見られた。うん、元気が多いからだね。一番上かな。後発期。まあいいや。優しい気分になれるのはそれ。まあこんなもんだな。うん、シナリオが詰まってましたから、気分転換にはなります。途中までシナリオ、ああ演劇部か。おお、遅れちゃいました。春服だな、春服。大丈夫、俺も今来たところで、じゃあ行こうか。ということで、動物園だったかな。長っ。よっしゃー、今日はどこに行くんですか？危ねえ、終わったかと思ったわ、マジで。そうだね、ファンシーショップがいいかな。嬉しいです、今日のラッキースポット、ファンシーショップなんですよ。なんかさ、声優さんかな、なんかこう感情がないんだよ。あ、嬉しいですとかじゃなくてさ、嬉しいですだからさ、なんか違うんだよ。じゃあ行こうか。あ、どうでもいいんだよ、うん、どうでもいいんだよ、可愛ければいいんだよ。まあ、ケロちゃんコーナーだ、ケロちゃん。おい、これもね、一応イベントの一つで、まあ最初の早いうちに、デートスト
デートスポットでファンキーショップに行くとケロちゃんがいるというね。ケロちゃん、あ、ケロケロで、で別のことだよ。で、べ、べそ、べそちゃんのことだよね。ピンポーン。一部の女の子の間ですごく流行っているんですよ。そうだね、ぶら下げてる女の子、何度か見たことあるよ。私、小さい頃からファンなんです。かわいいでしょ。うん、いや目玉が気持ち悪いね。うん、ですよね。私の占い以上に楽、おい、選択肢なしで最高好感度、いいね。これ何回も言ってもさ、大丈夫なんかな。よし、来たよ。デート、久々のデートだぜ。今もう7月だって。7月やばいな。今日はどこに行くんですか。今日はね、うん、どうしようかな、ファンブティックに行こう。そう言うと思ってました。どうせあれなんだろ、10回か20回ぐらいずっと占ってたんだろ。それがさ、ちょっとたまたま当たっただけだろ。バケル、無地のワンピース、新モデルのシースルー、かわいいフリルのついたやつ。かわいいでしょ。私、フリルがついてるの好きなんです。俺も大好きなんすよ。めっちゃ好きなんすよ。もうフリフリがついたやつ、めっちゃフリフリしたくなるもんね。私の占い以上に楽し、途中まで、一緒に帰りましょう。そしてもう一回デート。今度はカラオケだったかな。今回は晴れてまーす。晴れてまーす。だけど、お前かよー。はーい、と、今回はゲームセンターに来てまーす。また雨が降ってるというね。まあゲームセンターはね。そうなんですか。まあゲームセンターはね、あれだからな。うん。雨でも大丈夫。大丈夫、公園ではなければ。姿が見えませんでしたけど、何のゲームをされ。新作の格闘ゲーム、女の子に人気のパズルゲーム、ファン納得のレースゲーム。どれにしようかな。どれもなんか微妙やな。女の子に人気のパズルゲーム。カラフルな玉が落ちてくる、あの可愛いゲームですか。見たかったです。普通。シナリオ途中まで。さてさてさて。すいません、妖精さんが教えてくれた道が間違っていて。おい、遅刻かよ。おい、勘弁してくれよ。そうなんだ。じゃあ仕方ないね、はい、今度は遅刻しないよ。ってそういうのじゃねえだろ。ということでコンサートに来てます。もう、はい、じゃあ早速入ろうか。うん、おお、コンサート、コンサートな、いいね。今のコンサート最高だったね。はい、来てよかったです。生演奏はいいですね。そう、たまに行くね、コンサートはね、いいんだよな。占い通り楽しかった。やったー、占い好きすぎだろこいつや。占いや、占いばっかりや。しかもさ、神社行けんやったしよ。しかもこれで、ここでなんかイベントがあるらしいですね。意味、今日から合宿だ。いや、ちょっと気合い入れてたんだ。後輩ができたからって張り切りすぎると。大丈夫、そこら辺は心得てるよ。さあ、イベント来い。お、来た。あ、おはよう、しあゆきさん。おはようございます。おはようございます。元気ですか。パジャマ姿かわいいね。で、で、あ、やだ、恥ずかしい。あ、シェイクさん、行っちゃった。かわいいなぁ。CG 欲しかったなぁ。あなたの運勢を占ってきましたよ。今回遊園地に来てまーす。はーい。いつもね、運勢いいから。まあ、実際俺、超運悪いけど。そうだなぁ、メリーゴーランド、ジェットコースター。あ、なんかジェットコースター嫌いそうだなぁ。メリーゴーランドにしようかな、私しようかなぁ。カナちゃんにしよう。はい、じゃあ行きましょう。反応薄いなー、変な薄い。観覧車の雰囲気って私好きなんです。なんで。
意味が分からないけどね、女の子と二人ね乗るね観覧車はね、なんかさエロいよね。すごく良い眺めでしたね。うえー、眺めが良すぎて怖かったよ。ミニチュアみたいで面白かったよ。うん、なんだか偉くなった気がしたよ。上だな、うん、上が良さそうだな。高いところから見る景色って吸い込まれるような気がするんですよね。そうそうだよな、なんかそんな気がするんだよ。あれなんでだろうな、わからん。あ、ナイトパレードだ。そうだ、忘れてた。それ8月だった。8月はナイトパレードがあるんだ。8月は絶対ね、ここにデート行った方がいいんだよ。楽しいですね。うん、陽気になったもの勝ちだな。最高だよナイトパレード。俺にはちょっとうるさすぎる。上、誘惑に負けそうです。うわ、今の言い方超大好き。今の言い方気合入ってるな、声優さん。来てよかった。イエーイ。あ、一応ね、今まだディスク2なんですけど、ディスク2はときめき度マックスになっても、あのときめきの状態にならないんですよね。ときめきの顔っていうか、なんというか。だからね、ディスク3まではちょっとな、待たなきゃないというね。まあそこら辺は仕方ないかな。というところで、花火大会が来る、来たー。はい、じゃあ女の子を誘いまーす。白雪さーん。行こう、花火大会。どうせ同じ感想なんだろう、分かってるけど。やっぱり。イェーイ、うならない通り。さあ、花火大会行くぜー。着替えるの早いなーってなるんだろ。おーい、めっちゃ真正面やな。私、花火大会と。おーい、これ、よかったっけ。あれ、どれだっけ。あ、これにしたんか。じゃあ上だな。あー、オッケーオッケー。あ、これでもあれか、正月に聞いたんか。で、ここの花火は飛ばして、花火って夜空のファン、極めて幻想的な感覚もいいや。あれ、これ下が割とだったから、これにしようか。花火の素晴らしさは写真には写りません。あ、シナリオが詰まってます。三角途中まで。え、もうときめきでマックスになってんじゃねえの。はい、とー、そしてまたデートというね。これデートどこだっけ。うわ、すいません、服が変わってないということは好感度変わってないな。さあ、ボーリング場に来てまーす。じゃあ行こうぜー。これね、デートが続くとね、編集が楽というね。皆さんボーリング、ま、当然だね、ここに来ているんだから。シュレックさんも嫌いなの。それじゃあ始めようか。うわー、これ難しいなー。なんかこれはなんか嫌味というか、まあなんか知ってて当然みたいな、そんな言い方やけあんまり好きじゃないな。それじゃあ始めようか。はい、あ、いえ、私は見ているだけでいいです。始めようよ、ボーリング来た意味。私は帰りますね。あー、ごめん。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。